はい。今日はね、2月の新ズムの情報が先行プレイの映像だったり、スキル映像が公式から出たので、その考察していきたいと思います。で、2月の新ズム3体ですね。穴行きからクリストフとアナとエルサオラフのペアツムの3体が出てきます。まずクリストフから見ていきましょう。左側にゲーム画面、あの先行プレイのゲーム画面出しますけど、音は出しませんので、お願いします。で、 クリストフなんですけど、数箇所消去の、えー、とスキルを持ってますね。で、初期数は10消去前後を4箇所消します。これスキル6ですね。で、これコイン補正はありませんでした。で、必要積むは多分17です。数え間違いがなければ17ですね。で、まあ、数箇所で、あの、消去場所も、あの、それぞれの場所。 あの他の数箇所とかだと123箇所とかやってその合計数で入ってくるツムとか数箇所もいろいろあるので、まあ、そういうツムもいるんですけどこのクリストフはもう全部別々の場所ですね。 で、それぞれの場所からボムとかが出てくるので、まあ、タイムボムとかコインボムとかそこら辺のミッションとかに役立つツムになります。まあ、性能としてはスコアもコインもいまいちですね。で、スキル中、ツムが動かないので、まぁ、あ、繰り越しとかもできないし、消去数も安定しません。ちょっと使いづらいツムだと思います。これはツムはね。で、あとおまけ効果として、 あのフィーバー中、フィーバー中コンボ数が2倍になるっていうものがあるので、まあ、本当にそういうミッション系、ミッションとかで役に立つような、えっ、ー、と、ツムになってますね。まあコンボ数がいけるっていうのと、まあタイムボム、いろんなボムを出せる。逆にスコアボムとか多分出せないと思うけどね。普通の消去系とかだと21消去以上出すとスコアボム確定になるんですけど、 これ、そんな消去数いかないので、まあ、言ってもタイムボム、スターボム、コインボムあたりまでしか出せないと思います。で、ツムスコアの方が今ちょっと出てたね。あんまりこれ、最近出てなかったんですけど、ツムスコアが944までしかありません。結構低いですね。最近のキャラクター大体1000とか、 超えてるようなのあるんですけど、まあメインツムって感じ、目玉のツムではないので、ちょっとまあ低めになってるのかもしれません。まあクリストフはこんなところです。特にまあそんな目立って深掘りするところもないので、まあこれくらいでしょう。はい、続いてウィンターアナですね。これペアツムと違ってかなり注目浴びてるツムだと思うんですけど、まあでも色々見てったら、 そうでもないかなと思ったので、まあ、詳しく話していきます。あの、書いてある右側の文章めちゃくちゃ多いんだけど、えっ、ー、と、スキル6で33消去している場面で95コイン入ってました。で、これだとコイン補正がマイナスの6段階ですね。6段階かか,かってるツムがマスカレードマレフィセントと最近のあのフェスティバルミニ。 フェスティバルミニーがスキル6まで上がるとマイナス6段階まで上がるっていうやつだね。スキル1だとマイナスの11段階とかなので、えー、っと、マイナスの6段階、ついに3体目かな、これで。で、必要積むがおそらく19です。まあ、20か19か、多分19だと思います。あのー、おまけ効果、ウィンターアウーナーもおまけ効果があって、 あの、プレイ時に、プレイ最初の時にスキルゲージが半分溜まってからスタートするっていうので、まあ、そっから毎月無理を数えて、まあ多分19だなという判断です。で、効果時間がね、多分6秒か6.5秒かそんくらい。6秒だとしたらちょっと長いかなって、あの、このコマ送りの。 アプリ使ってみたときに少し長めだったので、もしかしたら6.5秒あるかもしれません。まあ、雪エルとマスマレの違いみたいな。まあ、下にちょっと画像あるけど、まあ、そこと同じように、雪エルは6秒だったけど、同じようなスキルのマスカレードマレフィセントは、コイン補正、あのー、マイナス多くかかってる代わりに、効果時間が0.5秒とかね、長かったツムなので、まあ、それの感じもあるかもしれません。 で、詰むスコアは1021ですね。まあ、こっちの穴の方は、まあ、1000超えてるので、まあまあまあといったところでしょう。で、えっ、ー、と、下の方見ていくんですけど、繋がる範囲は一応どこでもではないですね。これ、プレイの途中見ていただくと繋がってない場面あるので、まあ、そういうところで、で、今回、あの、スキル的に、 あの波つなり比較されます繋がる範囲広くて硬化時間があってってことなので波音と比較されてると思うんですけどここつな、まあ、がる範囲の話少し戻りますけどこの場面右にチェーン行って穴で止まった後につながるツムっていうのは白く点滅するんですけど右端で止まった後に白い点滅がなくなったのでこれ以上もうつながる場所がない。 ってことなのね。これ波音とかだとあの波音と空ってどこでもつながるのでたとえ画面端でチェーンが止まったとしてもそっから空に無理やりどこでもつながっていくから白い点滅って残ったまま。 なんですけど、このアナとクリストフ見ると白い点別なくなっちゃってるので、これどこでもって感じじゃないね。少し繋がる範囲は広いんですけど、どこでもではないです。なのでコイン補正がナミネよりも厳しい。ナミネがスキル6でマイナスの2段階だったっけなで、 穴がマイナスの6で繋がる範囲もナミネよりも狭い。まあ比較してね、比較して狭い。で、効果時間がまあ同じ。まあ6.5秒だとしても6回いける人いけない人いると思うので、まあ、効果時間はほぼ一緒だと性能多分半分くらいになると思います。一応その似ているスキルとして、えっ、ー、と、雪エルとマスマレが、雪エルがマイナスの3段階。 で、40消去すると219枚入って、まあ、僕のユケールが1分あたり3300枚ぐらいなんだよね。で、マスカレードマレフィセントがマイナスの6段階で40消去して137枚入るので、で、プレイの流れ全く一緒なのね。あのー、2箇所なぞって40消去くらいして、それを3回繰り返して、スキルがループする。っていう同じプレイの仕方で1分効率1700枚とか、 だったので、約半分くらいの性能になってます。マイナスの3段階。3段階違って、えっ、ー、と、コイン効率がだいたい半分くらい。で、今回のナミネと、あの、ウィンターナで比較すると、ナミネがマイナスの2段階で40消去くらいして、まあ、40消去すると249枚。で、これで僕のナミネが1本あたり4700枚とか。 だったのでこれがナだとマイナスの6段階6段階だとまあ同じように137枚だとまあ半分以下半分以下くらいの性能なので1分あたり2300くらいなのかなという予想ですただただねこれはあくまで補正段階だけで比較すると、まあ、半分くらいなってるだけなので、まあ、ここに消去範囲 つながる範囲が、あのー、どこでもではないっていうところまで考慮すると、もう少し下になるかなと思います。なんで、一歩当たり2000とかなっちゃうかもしれない。つながる範囲狭くて、えっ、ー、と、上の方で、あのー、3回目、4回目、5回目の消去がどんどん少なくなっていくと、 うん、多分2,000枚ぐらいまで落ちるのかなと思います。まあここはあくまで予想なので何とも言えないけど実際やってみたらそんなに、えー、と変わりなくけていくあたり2500とか2600まあ多分3000は届かないと思うけどマイナスのログダウンがあるからね、まあ、3000はまあほぼ届かないと思いますけど。 あ波音とかねうまい人がやったらあ一般あたり5,000とかね5,5006,000枚とか波ネ撮ってる人やったらアナの方も3,000枚とか出せる可能性はあるのかもしれないけどまあそこまでその波音と比較しちゃうとやっぱりそうでもないかなというところですね。うんそこまで持ち上げられるような性能ではないと僕は思っています。 まますすあくでで予想ナミねと同じだと思ってあのぐるぐる回すようにチェーンしてったら全然繋がんなくて消去できないっていうのが起こりえそうなので思ったよりも使いにくく感じそうだねウィンターナは。ああともう一個そうなねがあのスキルレベルが上がるごとにコイン補正が上がっていったのであのまあスキルレベルごとではあるんだけどね。 スキル2の、スキル1だとマイナスの5段階、スキル2で4、スキル4で3、で、マックスで2段階。まあ、4段階変わったツムなんですけど、ウィンターナももしかしたらスキルレベルごとで補正値が変わるツムかもしれないので、一応これスキル6での比較とか性能の話をしています。もしかしたらね、スキル1でマイナスの8段階とか9段階とか、 あり得るかもしれないので、まあ一応そこもあのー、頭に入れとくといいかもしれません。はい、最後はペアツムエルサ＆オラフですね。これがまあかなり強いというか、まあいいかもしれないっていうところです。エルサ単発の中央消去は32消去して194枚入っていたので、マイナスの1段階ですね。エルサ単発のやつ。 で、オラフがまあ補正なしです。オラフ使うと1種類消してくれるので、まあ、その時のコイン数が補正なしでした。まあ、ここら辺はあんま関係ないけどね、オラフに関して。で、重ねがけをすると、重ねがけ、オラフの効果時間中っていうか、まあ、オラフを使った後にエルサを使うとだね。オラフの効果時間ももう無限なので、エルサのスキルを使うまで続くっていうスキルの特性上ね。 で、ここちょっとね、難しいところがあって、まあ、1回目のスキルはエルサ単発を使っているものなので、まあ、同じマイナスの1段階です。で、2回目、まあ、今左側にちょっと出てたけど、2回目を使うと、プラスの6段階になります。まあ、この映像を見てると6段階でしたね。なんです。同じ32消去で396枚、約200枚増えてます。 でこれ3回目がねちょっとよくわかんなくってあのこの左の先行プレイの映像だと3回目の32消去で338枚だったんだよねそうすると一応その計算でいくとプラスの4段階になりますまあぴったし338枚の,あの枚数があったのでまあプラス4段階かなと。 いうところなんですけど、あの、もう一個、先行プレイじゃなくて、つむつむ公式のスキル映像の方に、あのー、重ね書きの映像があって、4回連続で続いてるやつ。4回続いてるのがあって、3回目のコイン数を見ていくと、多分6段階かなって、4段階じゃあそこ、コイン数が合わなかったんだよね。まあ、あのー、ギリ見えなくはなってるんですけど、 三回目の消去が終わった後に、もし四段階だったら、2100いくつかのコイン数になるんですけど、今ちょっと画面出してないけどね。ただ、あのコイン数見てると2200いくつかまで入ってたので、あれこれ四段階かと思って、 もしかしたら2回目以降はプラス6段階かもしれません。なんでこの先行プレイの映像が逆におかしいのかなとか思ったり、まあこの巻き込んだボムの数とかね、もしかしたらね、特殊ボムの数とか、かもしれないけど、なんかここら辺、この3回目のコイン数だけ合わなかったので、 まあよくわかんないです。一応見てたら大粒は降ってきてなかったはずなので、多分大粒補正とかじゃないと思うんだけど、まあここだけちょっとわかんなかったです。で、必要粒はエルサがおそらく13、オラフが25だと思います。はい、えー、と、粒の線路を見ていくと、えっ、ー、と、まあスコアよりもコイン稼ぎに特化した粒だと思います。まあタイムボムとか狙える感じではないので、どっちかというとコイン稼ぎ。 で、ここがさっき言ったところだね。3回目以降のコイン補正がよく分かりません。で、えっ、ー、と、この先行プレイの映像でプロデューサーの方が、マ、ま、そ、あ、このスキルの解説をしてくれていまして、重ね掛けの消去回数は完全に運らしいです。これ。なので、どうにかして、あのー、3回、4回っていうのは、なんかできない。だからもう完全に運。で、特殊ボム。 が、盤面に5個以上あると、5個以上かな ?5 個かな ?5 個以上あると、まあその連発する可能性が上がるみたいです。で、特殊ボムが5個、5個以上あると、この特殊ボムが光るみたいです。ここ左側の方、今4つなんですけど、5個になるとなんかキラーンキラーンって真ん中に雪の結晶のように光ってるので、まあここ、このボムが光り出したら、エルサを使えばいいと思ってください。 で、えっ、ー、と、この先行プレイの映像、後半の方で3回ループしてるところがありまして、ここか、あもうちょっと前かな。はい、ここですね。ここの3回ループがリアルタイムで6秒で1000枚くらい入ってます。3400から3回、2回、3回やって4300、900枚から1000枚。 が、まあ、約6秒でいけているので、めちゃくちゃ効率がいいんじゃないかと思った。思っただけです <laughs>。まあ、ここ、ここだけ見ればね、すごい効率、やばいくらいの効率出すじゃんって思うんだけど、まあ、実際プレイしてるとそんなに綺麗にできないのかなっていうところがありますね。で、これ、プレイスタート。レディーゴーをしてから、えっ、ー、と、この大倉志門さんの やつ見てると、まあその途中のカットが入るまで、まあ約45秒くらいかな。こっから重ね書きを2回やってんのかな、45秒くらいで。ここら辺でカットが確か入るんですけど、はい、カットが入った。今のカット入るまでのコイン数、この4、リアルタイムで45秒、40秒くらい。 で、コイン1回目の重ね書きちょっとミスってるっていうのもあるしその後の重ね書きも2回ループまでしか確かしてなかったのでそれで1000枚かって思ってそうするとこれだけでいくとまあ1分あたり1500とかになっちゃうのかな15002000枚まあ一手2000枚かなって思って んですよね、まあもっとうまく消して早く特殊ボムを5個貯めてその運ゲーに持ち込めば多分1分あたり3,000とかいくとは思うんですけど、まあ、最初の1分くらいの映像を見るとここで1,000枚しか入ってなかったのでうんやっぱそのスキルの回転率回転うまく回せないと思ったより稼げないのかなと思いました。 まあ最低3回ループを2回やればね3回ループが2回できればそこでそこだけで2000枚くらい入るので実際はもっとコイン稼げると思いますけどでもう一個一番下ですねこれあの重ね掛けした2回目以降かここら辺かなはいこれ重ね掛けの1回目はゲージ入ってるけど2回目3回目ループした時はスキルゲージ全く入って ていませんなので次のスキル使うまでちょっと時間かかっちゃいそうだねまあ1回目はただのエルサのスキル単発だから入ってると思うんですけど2回目は繰り返しループになっているのでまあ反映されてないのかなというところです2回3回コイン数はすごいんだけどねまあここが少し注意するポイントですね一応プロデューサーいわくこのループは理論上もっといけるらしいので 今これで見ると3回。で、スキル映像、つむつむ公式のだと4回。だけど、もっといけるみたいなので、本当にこれ、まあ5回以上、6回、7回とかいったら、それだけで多分効率爆上がりすると思うので、運でね、10回とかいったら、多分ワンプレイ、1万5000、2万とか、このスキルでね、いける可能性も全然あると思うので、夢があるスキルだね。これ面白そうですね。 はい。ということで、新ツム考察話していきましたけど、まあ、3体性能面をまとめると、エルサはコイン稼ぎ優秀だと思います。先行プレイの映像はやっぱり、そのスキルの使い方が多分全然わかってない状況でのあの感じなので、まあ、実際にしっかりとリリースされて、あのプレイの方を重ねていって、いい使い方が見つかれば、もっともっと あの時間効率とかワンプレイ枚数とか伸ばせると思うので実際はかなりコイン稼ぎ優秀だと思いますただまあ運と消すスピードが大事かなというところっていうのはまあ運はねもうどうしようもないけどあのオラフを使った後にそのオラフの特殊ボムを5個貯めるまでボムを貯めるってことは多分ツムを消していかないと あのボムが降ってこない仕様だと思うのでいつも消すスピードっていうのが大事になる。でループが2回3回続いたとしても2回目3回目以降の,あの消した分はスキルゲージにはたまらないので次のスキルをためるためにも。 やっぱ消すスピードがやっぱ大事になってくるので、まあ、ここら辺が、ま、重要かなと思います。1分効率はま、3000とか、ま、ほんに運によっては4000とかも行くと思います。運によっては。だから僕多分運いい方なので、1分あたり7000とか8000とか出せるかもしれないね。こないだの X のリツイートキャンペーンに当たっちゃったりね。なんか地味なところで運発揮してるので <laughs>。 1本あたりね8,0009,0001万出せると思います。でアナはまああの期待値よりかはちょっと使いづらいかなという印象ですね。ねっぽいスキルなんだけどコイン補正はマイナス6段階かかってるしつながる範囲にちょっと制限がかかっているのでネ、うん、っぽいって思ったまま使いに行くと。 逆に使いにくさが目立つかもしれません。ツムとしては多分あ、全体で見れば強い方なんだけど、思ったよりもっていうのがありそうだね。で、クリストフに関しては特にありません。はい。ということで、新ツム考察、これくらいです。まあ、あと数時間後に出てくるので、実際使ってみて、この強さを実感していきたいと思います。では、ありがとうございました。バイバイ。